はいどうも、発狂マシンガンのアシです。今回はバイエルンエピックが来たぞということで、いろいろ解説していけたらなと思います。ということで、バケモンヘーネス来たってない、ブリッツ持ちヘーネスってレベル35、2列目からの飛び出しで、いやもう初期のからもうこれやばいでしょ。なんすかこれ、絶対強いやん、この逆足高い高いで、ね、ブースターシュート、いやーこれ弱いわけがないっすね。まあスキルも普通にいいの持ってるしって感じで、いやこれは強いでしょ。次カーン、いやカーンね、これやばいでしょやばいですこれ。なぜかというと、キーパーのブースタークラフトってマジでやばいんよ。やばいしか言ってないよ。能力えぐいことになるぞ。ブースタークラフトでね、ゴールキーパーのどっちかつけれれば、もう最強です、そんな。まあ、現環境だと、もう能力的には、もうだいぶやばいことになってんじゃないかなと。って感じで、カーンもやばそうやし、まあ、ロイ・マカイ、初登場、レベル31で、ライブレで、まあまあまあ、普通にやれそうっていうね。まあ、ボディコンだけちょっとやれんけど、まあ、逆足最高最高で、普通にいいんじゃないかなということで、まあ、今回はこのガチャについて、まあ、育成紹介したり、比較したり、引くべきかっていうのを解説していけたらなと思います。まあ、全部個人的な意見なんでね。まあ、少しでも参考になればいいなということで、まあ、見ていってもらえたらなと思います。ということで、まあ、僕はちょっとこのガチャ引く予定ないんで、まあ、高評価1000ぐらいいったら、まあ、引こうかなということで、まあ、100% いかんからね、1000は。ということで、舐めた高評価設定でね、まあ、僕はもう引きませんよと。いうことでやっていこうかな。まあね、まあ、これからもイーストの動画いろいろ投稿していくんで、ぜひチャンネル登録高評価していってもらえたらとても喜びます。ということで早速やっていきましょう。さあ、ということでまずはロイ・マカイ見ていきましょう。ブースターね、もうストライカーセンスプラス3にしておきました。まあ、ブースタークラフトでもう一つついた場合の能力で見ていこうかなということで、まあ、とりあえず最大レベル見るとこんな感じで、いやー素晴らしい能力してますね。決定力は4上げしたらいいのかな。まあ、ストライカーセンス2で一旦見とくか、さすがに。一旦2で見るわ。まあでも4上げで90乗りますよと。で、まあフィジカル系も普通に高いの。3上げで80乗ってくる。キック力も90乗りますね。瞬発12上げはしたいよな、絶対。ってなってくると、まあこうなるか、育成的には。まあこれ結構いいんじゃないかな。だいたいこういう感じで。まあこの育成結構いいんじゃないかなと。まあで、ここに、まあストライカーセンスクラフトでつけた場合、こんな感じで。普通にいいね。ボディコンだけやな。どうやろ、ボディコンどうやろうな、今の環境。まあ、フィジカルあれば意外となんとかなりそうやけど。まあちょっと物足りんのかな、ボディバラは。って感じですけど。まあまあまあ、そこそこやれそう。逆足最高最高やしね。まあ高能力普通に強いし。ドリブル系高いもんね。で、オフ戦もあったり、蹴ってる子もあったり。まあスピシュもあるんで。意外とやれるんじゃないかなということで。まあ、ロイマカイ普通にいいんじゃないかな。まあ、ブースタークラフトはアジリティつけたら、強いんじゃないかなということで。まあ、スキル追加で言うとダブターシューラとか、まあ、スルパとか。まあ、で、意外といいの持ってるんでね。まあ、そこら辺つければいいんじゃないかなということで。まあ、ロイマカイはこんな感じですね。さあ、ということで、次、カーン見ていきましょう。ゴールセービング3で見ていこうかな。ブースタークラフトでできた場合。で、最大レベル見ると、まあ、こんな感じで104までいくんか。やべえな。やばいなって感じで。まあ、育成的にはやっぱ僕はもうコラプシング信者なんで。まあ、結構上げたいかな。まあ、でもクリアリングも90の下して、まあ、とりあえずここまで確定かな。まあ、GK センスもまあまあまあ8ぐらい上げてもいいのかなって感じですけど。まあ、個人的にはやっぱコラプシング伸ばしたいんで、まあ、大体こうなるかな。これかな、僕やったら。で、まあ、ラストエアバトル振ってみたいな。多分これにします。いや、強っ !GK センス97、キャッチング93、クリアリング91、コラプシング99、ディフレクティング98と、化け物やな、これ。能力だけで言うと今環境トップなんじゃないかな。ってぐらいのいかつい能力してますね。ということで、いや、カーンむずいな、評価。だって今後もどうせ強いキーパー来るやん。って考えると、まあ今の強いキーパーで、まあいいのかなって思ったりするけど。いやー、カーンいいけどな。まあ、ヘーネスのついでに当たったらいいなって感じで。まあ、それぐらいの評価になってくるかな。まあ、でもめちゃくちゃ強そうですね。まあ、ちなみにチェフの能力改めて見ておくと、だいたいこんな感じですよと。まあ、チェフで十分な気もするけどね、こう見ると。いや、もちろん、まあ、カーン方が強いかな。いや、でもまあまあまあ、でも誤差やな、こう見ると。って感じで、まあ、チェフとか、まあ、シュマイケルでも多分十分なんじゃないかなということで。まあ、無理して追う必要はないのかな。マジで、まあ、ヘーネスの途中に当たったらいいな、ぐらいで。シュマイケル、チェフあたり持ってたら、まあ、十分なんじゃないかなと。まあ、今後どうせね、シュマイケル、チェフのブースタークラフトも絶対出るんでね。まあ、そう考えると、まあ、こっち持ってたら我慢していいんじゃないかなって感じですね。さあ、ということで、ラスト、ウリヘーネス見ていきましょう。もう初期値からやばいですね。ということで、まあ、とりあえず最大レベル見ると、こんな感じで。いや、これやばいでしょ。バケモンみたいな能力してますけど。
ちょっとおすすめの育成に変えていくんですけど、まあ、ドリブル13振れたらいいけど、まあ、とりあえず11は振りたいかな。でもパスは4上げで80乗りますよ。ここいいですね。でカーブは絶対80は乗したいな。ほんまはもっと欲しいねん今日ね。ブリッツ打つってなったらもっと欲しいけど、ウリヘイネスあんまブリッツ打たん方が良さそうやから、まあまあまあ、まあ、でもどっちにしろ80は乗したいかな。今あとはもうシンプルに瞬発力も高いし、もうえぐいな。何やこれ、脚力9割ぐらいしてもいいかな。フィジカルもまあ3ぐらい、まあ、6上げたら90か、まあ、全然ありやな。ドリブル13上げてもいいかもな。うん、こんな感じでいいんじゃないかな。決定力5、パスに4、ドリブル13、クイックス8、脚力に9、エアバトル3で見ると、オフ戦85でドリブル全部90乗ってて、ボルコンボールキープ96と高いですね。で、グラッパ80の決定力87、カーブ80。で、スピード97の瞬発93、キック力90で、フィジカル86で、ボディバラ93ってやばすぎる能力してますね。ウリヘネさんもどんな育成してもいいんじゃないかなって感じですけど、まあドリブル結構上げたら、まあ使用感いいんじゃないかな。まあ逆足も高い高いで。で、まあブリッツはね、あんま活かせなさそう、正直。キック力90はいいけど、カーブ80のブリッツってあんまり入らないイメージがある、僕的には。なんで、まあウリヘネさんもブリッツ打たずに、普通に使うのが、まあ、いいんじゃないかなと。逆にブリッツ打たない方がいいと思うねんけど、どうやろうね。まあ使ってみやな、わからんけど。僕が今まで使ってきたブリッツ選手で言うと、カーブ低い選手はマジで入らないんでね。まあ、ブリッツには期待しない方がいいんじゃないかな。まあウリヘイネス取るか迷ってる人はね、能力見て決めるのがいいんじゃないかなと。まあ、ブリッツに期待して取るのはあんまり良くないんじゃないかなと、今のところ思ってますね。で、まあスキル的な闘争心、ワンシュー、コンカ、ミドル、ピンポイントクロス、ライジング、アシューラ、チェイシング、スルーパということで、まあダブター確実につけたいのと、まあ、アウトスピン、ワンパとか、そこら辺はつけたいのかなって感じですね。ちなみに僕が今使っているキュウリヘイネスの能力はこんな感じで、これに寄せて作るのもいいのかなって感じですけど、まあこう見ると完全上位互換の能力。パスも高鳴ってるし、ドリブルはまあドリブルは同じぐらいかな、意外と。まあ決定力、カーブちょっと上がってる感じで、全体的に多分能力今回方が勝ってると思うんで、今回のウリヘネスやばそうですね。一応旧ウリヘネスと初期値比較しておくとこんな感じで、前のブースターアジリティやったんかなって感じですけど、前の持ってたらね、まあ、正直前ので十分なんじゃないかなって思っちゃうけどね。まあでも逆足も頻度が負けてんのか。まあもちろん今回の方が強いと思うけど、前回の持ってたらね、僕はそっちでも十分なんじゃないかなって思ってる派ですね。正直前のがやばすぎたからね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回バイエルンエピック見ていったんですけど、まあ、このガチャ引くべきかって言われると、まあどうやら難しいな。ヘイネス持ってるか持ってないかによっても変わってくるかな。前のヘイネス持ってたらもう確実に引かなくていいんじゃないかな。で、前のヘイネス持ってないなら、まあ、全然ありっちゃありかなって感じで、まあ、それぐらいね、現環境ヘイネス強いんよ。前のヘイネス使ってるのめちゃくちゃ強いんで、ヘイネス持ってないなら、まあ、キーパーも一応ね、今一番能力強いと言ってもいいぐらいのカーン手に入るんで、まあ、狙いに行く価値はあるんじゃないかなということで、まあ、今回のガチャの評価としてはヘイネス持ってるか持ってないか、まあ、ここになってくるんじゃないかなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。ではチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。